はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、芋焼酎ではなく、ですね。はい、マニア御用達、焼酎、香類焼酎です。その名も、宝っ子というね、こちらね、宝焼酎の、焼酎なんですが、名前がね、宝っ子っていう、ね、なってます。こちらですね、限定販売の、こちらは、東北限定らしい、です。確か俺が買ったのが、これは、ネットで買ったんですけど、うん。値段200円ぐらいで買いました。アルコール度数が25度。です。原材料がトウモロコシとサトウキビ糖蜜と大麦です。こちらですね、何が普通の宝焼酎の一般的に売られているブランドのあれと何が違うのかっていうのがね、全く俺わからないんで、下手したら違わない可能性もあります。ので、じゃん。通常の宝焼酎の、25度も買ってまいりました。普通に売ってます。むしろこっちの方が売ってません。東北限定って書いてありながら、まあ新潟県が東北ではないと言われれば東北ではないので、東北にしか売ってないそうです。うん、まあ今またね、なんか、洪水でまた東北がなんか、ね、騒がれてますが、東北です。なんで宮城とかにしか売ってないそうです。新潟県は普通にこっちです。コンビニもこっちしか売ってません。ので、新潟県は東北ではないと。東北地方ではないらしいです。新潟県はね、めんどくさいけど、中部とかだからね。なんか厳密にも決まってないらしいです、あれ。NHK だとなんか、甲信越とかって抜かすかな。どこなんだよって。甲信越でもあり、東北っていう言われることもあり。結局ね、ニュースのその番組のあれによって違うんですよ。テレビ局によって違うんです。東北って言われたり、中部と言われたり、あと、甲信越、関東甲信越と言われたり。何なんだと。まあ、これ前も言ったことある気がする。ね。こちらですね、成分が、全く同じですね。どちらも全く同じ。トウモロコシとサトウキビ糖蜜と大麦。そして栄養成分。100ml あたりエネルギーが 139kcal。同じ。タンパク質も同じ。0g。脂質も 0g。同じ。糖類も 0g。同じ。食物繊維も 0g。同じ。そしてナトリウムも0から9mg と全く同じです。一体何が違うのか。全くわかりません。電話で聞きたいぐらいです。今、深夜の1時になりそうなんで、多分、やってないでしょ。のでね、まあ、仕方ない。この際も、しょうがないだろ。飲み比べるしか、あれはないだろ。ということで、宝酒造マニアのユッキーがね、飲み比べます。そじゃあ、乾杯。うん。普通の宝焼酎のね、こちらはですね、俺結構好きなんで、うん。よく飲みます。よくは飲まないけど。まあ、酎ハイっていうか、酎ハイを自作酎ハイするときは、よくこれで作ります。あれ？なんかちょっと違う。
あ、違う。これ違うわ。おお、大発見。俺同じだと思ってた。最初。これ違うわ。あのね、こっちの宝子の方がね、あの、口当たりがマイルド。飲んだ時にね、あの、ピリピリっとしたのがあんまりない。のに比べて、宝のこっちは普通の一般販売。これはね、結構荒々しい。アルコール臭とかが、口のあの、ピリピリ感もこっちの方が上。あ、違うんだ。あ、違うわ。すっげえまろやか、こっち。宝っ子まろやかやな、おい。あ、すごい。違う。絶対同じだと思ってた。これ飲むまで。結構難しいけど、結構、どっちも結構味が、まあ、似たような感じだけど、口当たりが、なんか、最初なんか甘いなと思ったんですよ、こっち。宝っ子がね。ん？甘いなと思ったんだけど。いや。ただ多分マイルドなだけだな。あー、これは。あ、違う。すごい。わずかにマイルド。うん。これ多分ストレートで飲むんだったら、まあ飲む人あんまいないけど、宝子の方が多分ストレートで飲みやすい。こっちはきつい。宝はきつい。ただ宝はね、チューハイにして飲むと美味しい。チューハイは美味しい。チューハイ、炭酸で、レモン入れてハイボールにして。で、飲むとうまい。のはわかる。あー、違うんだね。あー、ずっとわからなかった。普通に違いないと思って買ってきたから。どうせねえだろうと思って、まあ無駄だろうなと思って買ってきたんですけど。では、割り梅で。なんだっけ、東京のね、内田っていう、お店だとですね、この宝の、これを使ってるらしい。うん。金宮ではなく、これで、梅割りを作るらしい。うん。あ。うん、結構来る。あ、結構来る。うん。あー、来る。あ、さすが。うん。まあでも、うん。なんかで終わるとね、結構、ストレートで飲まないですからね。基本的にこの、香類焼酎って、まあ、基本的には、やっぱ割って飲む。うん。のなんで、多分こっちの方が割って飲む、いわゆる、ね、チューハイ、自作チューハイの時だと結構味が薄まってくるんで、これだとマイルドすぎて、ほとんど、わからない。酒入ってんのか、なんかわからんぐらい。こっちだとね、これぐらいの、きついとね、ちゃんと、あ、チューハイだわってなるんで、好きなんですよ。うん。酒飲みから言わせるとね、まあ、大五郎とかになると、大五郎は俺大嫌いなんで、あれはまずい。あれは普通にまずいんですが。癖が弱すぎてもね、やっぱ美味しくない。酒じゃない。例えばウーロンハイ飲んでて、なんかウーロン茶の味しかしないって、言うの嫌でしょ。なんか。それでウーロン茶飲めよって話になるわけです。ね、レモンチューハイ飲んでて、酒の味しない、ただのレモンジュース。レモンスカッシュじゃんってなるじゃん。ね。面白くないでしょ。なんかそれプラスやっぱ酒の味がしてこその酒ですから。それの味を含めて酒っていうね。あれですか、ね、だから金宮焼酎とかだと、癖がなさすぎて、チューハイにした時に本当に癖がなさすぎてね、ほとんど味わかんないんですよ。だから、あれは、割には向いてない。
金宮は基本的にストレートで飲むか、ロックで飲むか、梅割りで飲むか、まあ何にせよ、結構割らないで飲むタイプの方がいい。もう、ね、1対4とかで割、ハイボールみたいにして割ると、もう全然味もそっぺもなくなるから。味もそっぺもねって、新潟の人言いますね。まあ言うんですけど。味もそっぺもねって、うちのばあちゃんとか言うんですけど。まあいわゆる、味もクソもないっていう、いわゆる、なんか、嫌な言い方で言うと、味もクソもねえわって。あと、ね、これ俺がよく使う言葉、ハッケっていう。ハッケって。冷たいこと、ハッケって言うんですよ。これはよくね、例えば、真冬の時に、雪つ、触って、ハッケって、なったりとか。車に、こう、水、バシャーってかけられて、ハッケっていう。あと今日なんかラジオで、俺、車で、よくラジオ聞くんですけど、ラジオで、新潟のね、FM ポートっていうね、のを聞くんですが。なんか言っとったの。俺あんま新潟弁使わないからね。わかんないですけど。まあ、使うことほぼないです。うちのじいちゃんばあちゃんがよく使ってるんで。まあ、それは理解できますけど、自分で使おうとはあんま思わない。なんか今思い浮か、思い出そうとしてるけど、出てこないね。ハッケはよく使うから出るんだよ。ハッケはね、よう出るんだ。ハッケはね、結構使うんです。新潟なんで、やっぱり。新潟で雪が降るからね。ハッケはよう使うんだわ。あと、冷たいもん飲んだりとかして、ハッケとか言うんですけども、それぐらいしかもう思い浮かばないよね。逆にね。あ、やっぱマイルドだね。宝子マイルドだな、これ。割ると余計マイルドになる。これやっぱあれだわ。ホッピーとかで割るにしても、あれほとんど味もそっぺもねえパターンになるぞ、これ。うん。だからね、ホッピーもね、そうなんですけどね、あれ金宮で割るのが一番うまいとかっていう人いるけど、俺個人的に金宮で割ってもね、あんま味しないから、そんなに好きじゃないんですよ。金宮は本当に香類焼酎だと一番癖がないと思う。で、多分一番癖が強いのは、大五郎か、あと人狼とか人狼だな。狂月か人狼か、そっち系の韓国のやつ。が多分一番癖がある。多分一番パンチが効いてんのは大五郎だね。あれはもう、一見飲んだ時にアルコール臭と口の中にトゲのような、ブワーきて、うわーってなるから。あれはまずい。もう総じてまずい。総じてまずいっていうか、大五郎は本当にまずい。あれ、人狼とかの方がまだマシだもんな。あれは、冗談じゃない。あんな大五郎、俺とお前と大五郎とか言ってさ、なんか明らかにさ、なんかさ、なんかメジャー感を醸し出してるけどさ、もうどう見てもまずいからね、あれ。
あれ言うて、2チャンネルのね、コールイスレっていうのがあるんですけど、そこのスレでも叩かれてます。ダイゴロはまずいって。もう、大体みんな掃除って言ってますね。で、大体そこのスレだと、金宮が一番うまいんですよ。一番うまいことになってる。で、俺がこの好きな宝は、あんまり評価が良くなくて、結構癖が強いっていうことで、あんまり評判はあんまりよろしくない。で、さらに評判が悪いのが、人狼とか、狂月。特に狂月。狂月の、あれはやばい。叩きはやばい。サントリー叩きはやばい。2チャンネルのサントリー叩きがやばい。まあ、俺もそれの、同意です。あれはね、狂月はまずい。だから俺この動画で狂月なんて、一回も飲んだことないでしょ。狂月なんて飲んだことない。人狼も買ったことない。狂月も人狼も買ったことないよ、俺。まあ、昔買ったような気がするけど。もう一回飲んで、それ以降、なんかほら、フレーバーも出てるじゃん、狂月のさ、なんとかフレーバーとかさ。あれ、俺一切買ってないでしょ。俺、あれ、だってまずいの分かるもんだって。だいたい、狂月嫌いだもん。サントリー自体あんま好きじゃないもん。サントリーはね、山崎、ウイスキーの山崎がね、あれほどまずかったからね、もうマジで、ぶち切れた、もう、あれ、不買運動してやるわ、マジで、あんな。サントリーのね、ザキヤマ12年はうまいとかって言う人いるけどね。ザキヤマだってもう、運転するじゃん。あれ、7000円くらいするだろ、フルボトル。あんな買うかよ。高いのうまいのは当たり前なんだよ、いかに安くてうまいかなんだよ。ウイスキーは。ウイスキーは大体もともと庶民の酒だからね。うん。ウイスキーっていうのはもともと庶民のお酒なんです。ん？そうなのか。いや、庶民の酒ではないのか。庶民の酒ではないな。うん。まあいいや。そこは置いといて。まあね。運善出せばうまいのは当たり前なんですよ。むしろ、うまくない方がおかしい。いかにコスパがいいかですよ。最近ね、コメントがありましたけどね。ボーモアのね、12年がね、美味しい。美味しいですよねってコメント。あれコスパ高いですよねっていう人いましたけどね。あ、間違いない。それは間違いない。それ3000円で買いましたって言ってた人いましたけど。安い。こっちだと3500円なんですよね。まあ、3500円でも普通に買いだけどね。俺からすると3500円であの味で、フルボトルで、12年だって言ったら、お前。もう、阿鼻叫喚レベルですよ。日課ウイスキーがなくなった今もう、あとはもう、スコッチだな。スコッチ。ボーマーとか、スコッチか、アイラトウイスキーだな。アイリッシュ茶は、アイラトウイスキーだ。だから今度アードベック買いたいんですよ。アードベックとね、あとね、ラガブーリン。ラガブーリン買いたい。高いけど、あれ6000円ぐらいだっけな。6、7000円する、あれ。やっぱ、ラガブーリンの16年一番飲んでみたいんですけど、高いんで、多分手が出ないです。多分しばらくは手が出ないです。しばらくというか、いつになったら手に入るか、飲むかどうかもわからない。まあ、アードベックが確か5000円ぐらいなんですよ。あれもちょっと高いんで、手が出ない。残り、アイラ島のウイスキーで、安価なのっていうと、ないですね。だいたい高いんだ、アイラ島は。だから一番安いのがボーマーなんですよ。しかもハーフボトルまであるからね。ハーフボトル1800円ぐらいか。手軽に試して一番うまい。あとあれか。
ラフロイグはね、ちょっと癖が強すぎるんで、きつい。個人的にはあんまりそこまでおすすめはしない。やっぱちょうどいいですね。あれはね。ボーマーはね、ちょうどいい。ちょうどいいぐらいの感じ。ラフロイグはちょっと強すぎる。まあ、好きな人がいるっていうのもわからんでもないけど。まあ、俺にはちょっと、厳しいかな。まあ、あれもハーフボトルありますからね、ハーフボトル。まあ、でもラガブーリン。ラガブーリン飲んでみてえな。ラガブーリンね。ちょっと。コクもクソもないんだ。甘み。香りもクソもないでしょ。ラガブーリン、名前もかっこいいよね。まあ、ボーマーもかっこいいけど。ラガブーリンとかいいな。あれだいたい16年だから高いんだよ。あれ12年ないんだがな、だいたい。12年がないんだ、だいたい。12年あればもうちょっと安かったんですけどね。ないからね。国1の3の1の3です。ご視聴ありがとうございました。